まあ、マニラで人気の店とかですね、美味しいお店っていうことなんですけども、まあ、マニラだと、まあ、リトル東京にいっぱいありますよね。ケンシンとか焼肉も美味しいですし、まあ、まんまるとか串焼きの店とリトル東京、まあ、人気でフィリピン人がたくさん入ってますね。まあ、日本人にもまあそこそこ楽しめる味で、まあ、ラーメンも結構美味しい店は日本、フィリピンはありますね。で、セブだと、まあ、和食で、日本食で美味しい店は、夢焼兵とかですね。あの辺りは美味しいんじゃないかなと。まあ、日本橋亭とかも、マニラにはいろいろありますけれども、まあ、大体どこでも普通に楽しめるんじゃないかなと。まあ、ただ日本食はやっぱりちょっと安、日本よりも高くなってる、まあ、インポートしてるっていう分ですね、ちょっと高くなってますけれども、まあ、現地のですね、氷を入れたその酸味グライドでですね、和食を楽しむっていうのもなかなかいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、個人的に聞いてもらっても大丈夫です。で、ブログで作成代行についてご相談いただいてますね。あ、運営代行ですね、今回は。誰に依頼して